Okay.
イトのレムです。よろしくお願いします。レムちゃん、あなたの心をエスパーします。ピピピピゲットラゼピッカ担当のミユです。お願いします。ミユちゃん、君のハートをハントしたいが、ダンソーメンバーのオレンジ色担当タイガです。タイガタイガ、鶴間公園に来るの初めてです。お、挑めましてです。挑めまして、4度目ですそう、なんでこんなバラバラなのって思うんで、思っててっちゃ持ってる方もいると思うんですけど、ドラマティックガールはドラマティカルレコードの研究生アイドルグループで、主に先輩方の曲をカバーしていつもステージに立っています。知ってる方いました？ドラマティックガール、おらー、はい、あーわー、見たことある子いっぱいだねって感じでいっぱいだね。あ、この後ドラマティックガール並行分版があります。初見3社目と1分トークが皆さん無料でできます。ぜひ遊びに来てください。雪だるま1話みんなとお話ししたいのでぜひ遊びに来てください。お願いします。はい、この後 DGBLD3 日18時20分からドラマティックガールライブがもう一度あります。今日またよかったなって思う人たくさん見に来てください。お願いします。私アイドル始めて約4ヶ月ぐらいなんですけど、次の DT、 今日の DT で初めて前髪上げちゃいます。やだ、もしかしたらここに肉って書いてあるかもしれないから見に来てね。肉見れる。じゃあ、え、なんだ、あ、レムミューからね、あ、そうだ、一つお知らせさせてもらってもいいですか？はい、いい、はい、12月31日ドラマティカルナイトにてレムミューから大事なお知らせがあります。あります。絶対に来てほしいです。お願いします。カウントダウンライブなのでいつまでは見れないコラボのライブだったりとか、絶対楽しませれる自信が私はみんなあるので、ぜひ遊びに来てください。お願いします。タイガもコラボ出るから忘れないでね。そうだよ。あ、ちなみにレムミは前物販のみになっております。赤ちゃんなので、赤ちゃんなので前物販しか出ないので絶対前